ジムノペディ第1番の冒頭部分、ジムノペディは、エリック・サティが1888年に作曲した、ピアノ独奏曲。第1番から第3番までの3曲で構成され、それぞれに指示があり、となっている。3、4拍子の、ゆったりとした、テンポ、装飾を配した簡素な曲調、独特の憂いを帯びた旋律が特徴として挙げられ、特に第1番が、 サティの代表的な作品として、タイトルと共に知られるようになった。ジムノペディという名称は、大勢の青少年が古代にリシアのアポロニアバッカス、などの神々を称える祭典、ギムノパイディアに由来しており、サティはこの祭りの様子を描いた、古代の壺を見て、曲奏を得たと言われる。また、一説には、彼が愛読してやまなかったギュスターブ・フローベールの、小説、 サランボーからインスピレーションを得て作曲したとも言われている。あまり表舞台に出たがらないサティのために友人であったクロード・ドビューシーによって1897年にピアノ曲からより大きな規模による演奏形態である還元楽曲に編曲された。なぜ第2番を編曲しなかったのかという問いにドビューシーは 第2番まで編曲して聴かせるには少し退屈だからと答えたと言われる。また編曲の際、ドビュッシーの意図により元の第1番は第3番として、第3番は第1番として番号をひっくり返している。日本では戦前に早坂文雄と共にサティ作品の演奏、を紹介に努めていた伊福部明が1951年に表した音楽入門。 音楽鑑賞の立場において人類が生み得たことを神に誇っても良いほどの傑作と絶賛していたが当時は曲自体ほとんど知られることはなかった。1963年公開のフランス映画鬼火がこの曲をフィーチャーしたことにより一躍世界的に知られるようになった。その後、1975年に東京都豊島区池袋に開館した。 西部美術館において、それまでタブーとされていた美術館内での環境音楽として使用され、日本でもこの曲が広く知られるようになった。この曲には気分を落ち着かせるヒーリング効果もあるとされ、例えば病院における血圧測定中に心身の緊張をほぐす BGM として流されたり、精神科などでは音楽療法の治療の一環として使用されることもある。また、 演劇や TV 番組の静かな場面での BGM として流されることも多い。何日間もアポロンの神々を叩いて、羅針の若者たちが神々の像の前で踊り、合唱し、死を朗唱する儀式である。どちらも秋山国春、エリックサティ覚書参照。ありがとうございます。